ミクロインストローメンテションテレメトリシステムズはアメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキにあった電子機器メーカーである世界初の商業的に成功したパーソナルコンピュータであるアルタイル8800を製造したエドロバーツとフォレストミムズは1969年12月に3つ社を設立した当初は幼児区画速度センサなどのモデルロケット用の 小型テレメトリーモジュールを製造、販売する会社だった。1971年、ロバーツは電卓市場に参入し、電卓キット3つ816が、ポピュラーエレクトロニクス1971年11月の表紙に掲載された。 この電卓は非常に成功し、売上高は1973年に100万ドルを突破した。しかし、その後の電卓の価格競争に敗れ、1974年までに大きな負債を抱えた。その後、ロバーツはマイクロコンピュータルタイル8800を開発し、ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号の表紙に掲載された。3つ社には、 この397ドルのコンピュータキットへのホビーストからの注文が殺到した。アルタイル8800は世界初の商業的に成功したパーソナルコンピュータとなった。ポール・アレンとビル・ゲイツはこの雑誌を見てアルタイル用のソフトウェアを書き始め、これは後にアルタイルベーシックとして3つ社から販売された。彼らは3つ社で働くためにアルバカーキに移り、 1975年7月にマイクロソフトを立ち上げた。1977年までにミッツ社の年間売り上げは600万ドルに達していたが、同年、ロバーツはミッツ社をパーテックコンピュータに売却し、ミッツというブランドは消滅した。ロバーツはジョージア州に引退し、医学を学び、小さな町で診療所を開いた。エド・ロバーツことヘンリー・エドワード・ロバーツは、 マイアミ大学で電気工学を専攻していたが、学費を払えずに中退し、1962年にアメリカ空軍の予備士官訓練隊に入隊した。彼はテキサス州サンアントニオのラックランド空軍基地にある暗号装置整備学校の講師となった。入隊兵の給料だけでは生活できないため、非番の時にも仕事をし、一人でリライアンス、エンジニアリングという会社を設立した。 そこで、サンアントニオのデパートのウィンドウディスプレイのキャラクターをアニメーション化する電子機器を制作した。1965年、空軍士官になり、大学学位取得制度の対象に選ばれた。1968年に、オクラホマ州立大学で電気工学の学位を取得し、ニューメキシコ州アルバカーキのカートランド空軍基地にある兵器研究所に配属された。 フォレスト・ミムズは少年時代に科学と電子工学に興味を持ち、高校時代にはアナログ計算機を作ったこともある。ミムズは1966年にテキサス A&M 大学を卒業した後、アメリカ空軍の士官となった。ベトナムで情報商工として従軍している間、ミムズはモデルロケットの趣味を続けた。敵からのロケット攻撃が頻繁に行われた地域で、 モデルロケットを打ち上げたことで葬儀となり、軍の新聞、正常期新聞で報じられたこともあった。また、大学在学中に開発した赤外線障害物感知装置の実験を西後も学校で行った。それを知った空軍大佐がミムズが工学の学位を持っていなかったにもかかわらず、カートランド空軍基地の兵器研究所に配属されるように手配した。 1968年、ロバーツとミムズは共に兵器研究所のレーザー部門に配属された。ロバーツはアルバカアーキでリライアンスエンジニアリングを再始動し、フロリダにあるオジの養魚場のために赤外線侵入警報器を作っていた。その後、ロバーツは同僚のスタン・キャグルと共に販売するための電源装置の製作を始めた。ミムズは アルバカーキモデルロケットクラブの顧問となり、1969年7月にモデルロケットリー氏の出版社にあった。ミムズはベトナムでのロケットの夜間発射に使用したトランジスタ仕様の追跡灯について彼に話した。これがきっかけとなり、ミムズはモデルロケットリー1969年9月号に夜に打ち上げるモデルロケットに搭載するトランジスタ化された。 追跡用証明という記事を寄稿した。ミムズはモデルロケットリー氏の常連寄稿者となった。ミッツ社の最初の製品となったトランジスタ仕様のモデルロケット用追跡等1960年代の宇宙開発競争により、モデルロケットは人気のある趣味となった。ロバーツ、ミムズ、キャグル、そして研究室の同僚であるボブザラーは、モデルロケットのホビースト向けに、 電子機器キットを設計して販売することを決めた。ロバーツは会社の名前をリライアンスエンジニアリングにしたかったが、ミムズはマサチューセッツ工科大学の略称の MIT が頭につく名前にしたいと考えていた。キャグルはミクロインストローメンテーションテレメトリシステムズ略してミッツという名前を思いついた。モデルロケットリー1969年12月号に 次のプレスリリースが掲載された。ニューメキシコ州アルバカーキのリライアンスエンジニアリング社は、モデルロケット用に設計された小型化された電子テレメトリーシステムの製造を行う子会社の設立を発表した。社名は、ミクロインストローメンテーションテレメトリーシステムズである。リライアンスエンジニアリングのヘンリー・ロバーツ社長は、3つは、 現在、高品質の小型テレメトリーシステムなどの集中的な研究プログラムを実施していると発表した。初の市販モデルであるロケットテレメトリー送信機は3つが提供する最初の製品の一つである。トーンビーコン、温度センサ、幼児区画速度センサなどのアクセサリーモジュール、追跡等、データ削減のための地上システム、 軽量の注水電池などが近日中に発売される。彼らは自宅やガレージでテレメトリーモジュールを設計、制作したが、売れたのは数百セットだけだった。ミムズはその年の5月にポピュラーエレクトロニクス氏に新しい個体素子である発光ダイオードについての特集記事を寄稿した。ロバーツとミムズはより多くの読者にキットを販売することを期待して、 光のビームで音声を伝送する装置、オプティコムを設計した。編集者はこのプロジェクトの記事を受け入れ、両方の記事が1970年11月号の表紙に掲載された。記事の原稿料は400ドルだったが、ここで、ポピュラーエレクトロニクスの技術編集者である、レス・ソロモンと出会ったことが、ミムズとロバーツの将来の成功につながった。1970年8月、 レッス・ソロモンは家族と共にアメリカ南西部へバカンスへ行くにあたり、ミムズやロバーツとその家族も誘った。当時、ポピュラーエレクトロニクス市では、ダン・メイヤーとドン・ランカスターが最も多作な作家だった。メイヤーは彼とランカスターが書いたプロジェクトを構築するための部品キットを販売する年間100万ドルのビジネスを構築していた。ミムズと ロバーツもそれと同じことをしたいと考え、キットビジネスについてソロモンに質問した。ソロモンは彼らにいくつか統計を示したが、どれくらいキットが売れるかはわからない。100セットかもしれないし、1000セットかもしれない、と言った。ミッツ社はオプティコムを製作するための部品を200セット分購入したが、100セット程度しか売れなかった。ロバーツは、 新しい電卓キットを設計したいと思っていたが、彼のパートナーは会社を辞めようとしていた。ボブザラーはすでに3つ社を去り、ホレスト・ミムズは空軍を辞めて、テクニカルライターを本業にしようとしていた。ロバーツは、他の3人のパートナーの出資分を、600ドルの現金と350ドル相当の機器で買い取った。それ以降も、ミムズとロバーツは友人であり続け、本、雑誌、 マニュアルの共同執筆を行った。この広告が掲載された1973年3月の売上高は月10万ドルに達していた。エド・ロバーツがコンピュータに興味を持ったのは高校時代にリレーで簡単なデジタルコンピュータを作ったことがきっかけだった。彼が初めてコンピュータを実際に使ったのはオクラホーマ州立大学にいた時で工学部の学生は IBM 1620を自由に利用することができた。兵器研究所のロバーツのオフィスには、1968年に当時最新のヒューレットパッカード製のプログラム電卓、HP9100A が入った。1970年7月、半導体メーカーエレクトロニックアレーズ社が4、関数電卓用の6個組の LSI のセットを発表した。ロバーツは、 電卓キットを設計することを決意した。新しいプロジェクトの資金の調達のため、ロバーツは、ミッツ社の株式の15%を、仲間の空軍士官、ウィリアム・イエーツに売却した。彼はまた、もう一人の兵器研究所の将校である、エドラ・フリンからも出資を受けた。研究所の他の何人かの将校や科学者は、この最先端の電卓キットに興味を持ち、設計に協力した。 フォレストミムズは、組み立てマニュアルを書き、その原稿量代わりとして、電卓キット1セットを受け取った。3つ816は、足し算、引き算、掛け算、割り算ができる、4関数電卓である。表示は8桁だけだったが、計算は16桁の精度でできた。特注の成形ケースは、キットでありながら、プロ仕様の外観だった。キットは179ドル。 組み立て済み製品は275ドルで販売された。ミッツ816は、ポピュラーエレクトロニクス1971年11月の表紙に掲載された。ミッツ社が販売した、それまでのキットとは違い、電卓の注文は、毎月数千件入ってきた。電卓が安定して販売されるようになったことで、ミッツ社は、ラジオイコールエレクトロニクスし、ポピュラーエレクトロニクスし、 サイエンティフィックアメリカン市にフルページの広告を掲載することができた。ラジオイコールエレクトロニクス1972年6月号で3つ社はキット199.95ドル、組み立て済み249.95ドルのメモリと平方根機能を備えた14桁の電卓を発表した。元の816のキットは179ドルから149.95ドルに、 値下げされた。どちらの電卓もプログラミングユニットで制御できるようになっていた。1973年3月には月賞が10万ドルに達し、3つ社は1万平方フィートの広い建物に移転した。組み立て済み電卓の需要を満たすために自動ウェーブハンダ付け装置が導入された。1973年に3つ社は作っては脱脂の状態で電卓を製造。 販売していた。110人の従業員は2交代のシフトで電卓を組み立てていた。電卓用 IC の機能が急速に向上し、ロバーツは新機種の設計、製造を行っていた。科学技術計算機3つ7400が1972年12月に発売された。これは三角関数、極座標から直行座標への変換、2つのメモリ、 最大7段のスタックを特色としていた。3段スタックのキットは299.95ドル、7段スタックの組み立て済み製品は419.95ドルだった。翌月には4関数ポケット電卓のシリーズ1200が発表された。6桁モデルは59.95ドル、12桁モデルは99.95ドルだった。初期の広告で、 プログラムアクセサリーについて触れられていたが、1974年3月になってようやく販売された。これはデスクトップ電卓と同じサイズで256ステップのプログラミングが可能だった。機能は電卓のキー操作をエミュレートすることと単純なシーケンス分岐に限定されていた。プログラミングは16進数のキーコードを入力することによって行われた。 ミッつ7440とプログラムアクセサリーの組み合わせは HP9830 ほど洗練されたものではなかったが両方のキットを買っても400ドルで HP9830 よりも安かった。以下にッつの電卓シリーズの一覧を示す。特徴と価格はラジオイコールエレクトロニクス氏に掲載された広告から引用している。816の価格は ポピュラーエレクトロニクス氏の元記事から引用している。ボーマーインストルメント社は1971年9月に4機能ポケット電卓、ボーマーブレーンを発表して179ドルで発売し、初年度に50万台以上が売れた。ボーマー社はその後120ドルの電卓901バイトを開発した。1972年9月には、 テキサスインスツルメンツがポータブル4関数電卓 TI-2500 を発表し、これも120ドルで販売された。901バイトと TI-2500 はどちらも TI トムスレイチ0 100ファミリーのワンチップ電卓 IC を使用していた。TI は今や自社の IC の顧客と直接競合していた。ナショナルセミコンダクターや ロックウェルなどの他の半導体企業も電卓の販売を開始し、コモドールなどの事務機器メーカーも電卓市場に参入して激しい価格競争が始まった。1974年初頭までに小売店で電卓を材料費以下で購入できるようになっていた。大企業は市場シェアを獲得するために限界割れの価格で販売することができた。 ボーマー社は1974年に2000万ドルの損失を出し、破産を申請した。コモドール社は同社の IC サプライヤーである MOS テクノロジーを買収した。TI 社は価格競争には勝利したが、電卓部門は1975年に1600万ドルの損失を出した。この市場で競争するために、ロバーツはより多くの資本を必要とした。 彼は1973年11月に3つ社の株式を1株1ドルで50万株公開した。1973年の第一次オイルショックで株式市場は低迷し3つ社株は25万株しか売れなかった。これで既存の負債を返済することはできたが業務規模拡大のための資金は残らなかった。ロバーツは波形発生器やデジタル電圧計などいくつかの 試験装置を開発しており、電卓の代わりに、これらの試験装置やデジタル時計を広告に取り上げることで、再びキットビルダーにアピールしようとした。ミッツ社の資金は枯渇しかけていた。1974年7月までに有名だった全面広告は、雑誌の後ろの方の4分の1面の広告となった。ミッツ社は30万ドルの負債を抱え、ロバーツは、 新たなヒット商品を探していた。彼は低価格のコンピュータでキット市場に復帰することを決めた。顧客のターゲットとして多少の組み立てが必要であることが望ましいと考えた。ロバーツは電卓用のインテル4004を見ていたが、インテル8008には限界があり、作業が難しいと考えていた。その頃インテル社は汎用コンピュータとして使用できる。 初のマイクロプロセッサであるインテル8080 80をリリースした。ロバーツは自社のコンピュータキットには8080 80は十分だと感じていたが、8080 80はショーロットでは1個360ドルで販売されていた。ロバーツはコンピュータキットの価格を400ドル以下にしなければならないと考えていた。この価格を実現するためにロバーツは インテル社に8080 80を1000個発注し、単価を75ドルまで下げさせた。ロバーツとミッツ社のヘッドエンジニアであるビル・エイツは、コンピュータの設計を開始した。会社の従業員を20人にまで減らし、銀行からの6万ドルの融資により、新しいコンピュータの設計と、初期生産の資金が調達された。1972年1月、ポピュラーエレクトロニクス氏は、 より多くの広告収入を得ようと、編集の方針を変更した。ステレオ機器や市民バンド無線のレビューを増やし、実験や構築に関する記事はなくなった。ダンメイヤー、ドン・ランカスター、ホレスト・ミムズ、ジョン・サイモントンら多くの作家たちは、すぐに競合する、ラジオイコール・エレクトロニクス氏への寄稿を始めた。 1972年6月号の表紙記事は、ミムズによる32ドルのソリッドステートレーザーを使った実験だった。その号のもう一つの記事は、オペアンプの実験で、執筆者は BR ローゲンだったが、これはポピュラーエレクトロニクス氏の技術編集者、デス・ソロモンの偽名だった。ソロモンはポピュラーエレクトロニクスに勤めていながら、 ラジオイコールエレクトロニクスに寄港していたのだった。長い間ソリートステートの編集者であった、ルーガードナーは、1年間、ラジオイコールエレクトロニクス市に移った。ITC1800 集積回路テスタ、モデル1700ファンクションジェネレータ、モデル1440電卓、88VLCT コンピュータターミナルなどの3つ社のキットは、ラジオイコールエレクトロニクス市で特集された。 ラジオイコールエレクトロニクス氏は、ポピュラーエレクトロニクス氏よりも発行部数は少なかったが、1972年から1975年の間に革新的な構築プロジェクトで業界をリードした。1973年5月号の表紙に、ジョン・サイモントンによる初のモジュラー式電子音楽シンセサイザーが掲載された。 このシンセサイザーは市販のシンセサイザーの数分の一の価格で販売され、彼が経営するパイア・エレクトロニクスが数十年にわたって生産した。1973年9月のドンランカスターの TB タイプライターと1974年7月のジョン・タイタスのマークマイナス8コンピュータはホームコンピュータ革命の起爆剤となった。1974年に ポピュラーエレクトロニクスの編集者となったアート、サルスバーグは、同種の雑誌における主導権を取り戻すことを目標とした。彼はマークマイナス8よりも、機能的でエレガントなコンピュータを雑誌で取り上げたいと考えていた。レス・ソロモンは、3つ社がインテル8080 80ベースのコンピュータキットの制作に取り組んでいることを知っており、他の月よりも発行部数の増える1月号で、 ロバーツのコンピュータを特集することを考えていた。エド・ロバーツとビル・イエーツは1974年10月に最初の試作機を完成させ、表紙写真の撮影のためにニューヨークのポピュラーエレクトロニクス社へ運送会社のレールウェイエクスプレスエージェンシーを使って出荷した。しかし、運送会社のストライキで試作機は紛失した。 ソロモンはすでにこの機械の写真を何枚も持っていたため、記事はそれに基づいて執筆した。ロバーツは代替機の製作に取り掛かった。雑誌の表紙に掲載されたコンピュータは、実際にはフロントパネルにスイッチや LED をそれっぽく取り付けただけの空の箱だった。完成したアルタイルコンピュータは、雑誌に掲載された試作機とは全く異なる。 回路基板レイアウトを持っていた。8枚の回路基板を取り付けたアルタイル8800。下のアルタイルのフロッピーディスクシステムはパーテック社の8インチドライブを搭載している。アルタイル8800はデータゼネラルノバなどの1970年代前半のミニコンピュータをモデルにしている。これらのマシンには CPU ボード、メモリボード、I、O ボードが含まれており、 データストレージと表示端末は外部デバイスだった。テレタイプ端末の ASR-33 は印刷出力と紙テープへのデータ保存ができたため人気のある端末だった。より高度なシステムでは8インチのフロッピーディスクと ADM3A のような80桁24両表示のビデオ表示端末があった。これらのコンピュータのほとんどは フロントパネルにデータを入力するためのトグルスイッチと状態を表示するためのライトを備えていた。これらは通常、コンピュータを起動したり、問題を診断するために使用された。アルタイル8800キットには、フロントパネル、インテル8080 80マイクロプロセッサを搭載した CPU ボード256バイトの RAM、4スロットのバックプレーン。 8A の電源が付属し、価格は439ドルだった。メモリボードは 1KB が176ドル、4KB が264ドルだった。シリアルインターフェースボードが124ドル、パラレルインターフェースボードが119ドルだった。ベーシック付きの 8KB システムが995ドルの特別価格で販売された。 テレタイプ端末 ASR-33 が1500ドルだった。ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号が1974年12月、中旬に読者に届くと、3つ社には注文が殺到した。電話応対のためだけに人を雇う必要があった。1975年2月、3つ社にはアルタイル8800の注文が1000件も寄せられた。 納期は60日とされていたが、実際に出荷されるまでには何ヶ月もかかった。1975年8月までに5000台以上を出荷した。アルタイル8800の販売価格は、3つ社にとっては、損益分岐点だった。利益を上げるためには、追加のメモリボード、アイ、オーボードなどのオプション品を販売する必要があった。3つ社のニュースレター。 コンピュータノーツ1975年4月号には15以上のオプションボードの何ページにもわたる価格表が掲載されていた。オプション品の納期は60日または90日としていたが、ほとんどの製品は生産されることがなく、そのうちにオプション品は価格表から削除された。当初、ロバーツはコンピュータ本体の生産に専念することにしたため、 オプション品の納品は1975年10月まで行われなかった。1975年当時、d r a m はまだ新しい技術だったため、インテル8 0 8 2は d r a m に対応する専用回路がなかった。ミつツ社は SRAM よりも消費電力の少ない d r a m を使用したいと考えていた。しかし、ミつツ社の4 k d r a m ボードは設計や 部品の問題がいくつかあり、故障率が高かった。7月までに、プロセッサテクノロジーなどの振興の企業が、信頼性の高い動作が保証された 4KSRM ボードを販売するようになった。ロバーツは、コンピュータノーツ1975年10月号で、自社の 4KD ラムボードの問題を認めた。価格を264ドルから195ドルに値下げし、 既存の購入者には50ドルを払い戻した。ミッツ社は1976年1月に独自の 4KSRAM ボードをリリースした。1975年当時に容易に入手できたフロッピーディスクドライブは i b m 互換の8インチドライブのみだった。ミッツ社は30万バイト以上のデータを保存できるパーテック社の FD400 ディスクドライブを選択した。 アルタイルのディスクコントローラは2枚のボードを占有し、60個以上の IC を搭載していた。初期ユニットは8月に発売される予定だったが、1975年末まで延期された。エクステンディッドディスクベーシックの製品版が1976年4月にリリースされた。ディスクドライブを1台搭載したコントローラは、きっと1480ドル。 組み立て済み1980ドルで販売された。アルタイルの初の全面広告は、ポピュラーエレクトロニクス誌と、ラジオイコールエレクトロニクス誌の2月号に掲載された。また、IEE e のコンピュータなどの技術雑誌や、サイエンティフィックアメリカンなどの一般誌にも広告を出した。ミッツ社はまた、クリエイティブコンピューティングや、バイトなどの新しいホビースト向けコンピュータ雑誌で、 最も著名な広告をもだった。デビッド・バネルは電卓の前世紀にテクニカルライターとして3つ社に入社した。彼は1975年4月に3つ社のニュースレター、コンピュータノーツを創刊し、3つ社のスタッフと顧客のコミュニケーションの場となった。コンピュータノーツは3つ社の顧客や3つ社製品に興味のある読者が利用可能だった。 11.25×15.5 インチの大番のニュースレターで各号8から24ページで構成されていた。1977年1月にはより小さな雑誌形式に変更され、最終号は1978年1月に発行された。バネルは1976年10月にパーソナルコンピュータ誌を創刊し、雑誌出版社として成功を収めた。 コンピュータノーツには様々な著者が寄稿した。ビル・ゲイツやポール・アレンは初期の号に定期的に寄稿していた。彼らはアルタイル・ベーシックや一般的なソフトウェアのトピックについて執筆していた。エド・ロバーツはコラムレター・フロム・ザ・プレジデントを毎月執筆し、顧客からの質問に答えたり、競合製品のレビューを行ったりしていた。 トム・ダーストンやスティーブ・ポーリーニなどの3つ社のエンジニアが新製品の技術的な説明を行った。アルタイルの所有者はソフトウェアやハードウェアの提案を寄稿し、時には完全な記事を寄稿していた。3つ社は1975年4月にキャンピングカーを購入して、3つモバイル号と名付け、フロッピーディスク、テレタイプ端末 ASR-33、そして、 3つ社が製造するすべてのアクセサリーを搭載したアルタイルシステムを装備した。3つモバイル号は文字通りの移動ショールームであり、3つ社の製品ラインを紹介するために町から街へと移動していた。ホテルの会議室でセミナーを開催し、200人以上の人が集まった。1975年6月初旬にカリフォルニア州パロアルトのリッキーズ・ハイアット・ハウスで 行われたセミナーでは、ホームブルーコンピュータクラブのメンバーが、発売前のアルタイルベーシックのコピーを勝手に持って帰り、コピーをメンバーに配布した。ほとんどの都市に、アルタイル製品を扱う小売店ができた後、ミッツモバイル号は引退した。1976年3月、ニューメキシコ州アルバカーキで、第1回ワールドアルタイルコンピュータコンベンションが開催された。 デビッド・バネルが主催した、この大会は46の州と7つの国から700人が参加し大成功を収めた。多くの企業がアルタイル S-100 バスに接続できるボードを製造した。メインフレームやミニコンピュータの所有者はサードパーティーのサプライヤーから追加のメモリ、インターフェースボード、周辺機器を購入していたため、 アルタイル8800コンピュータの所有者も同じようにサードパーティーから購入することが予想された。3つ社からのシステムやアクセサリーの納品が遅れたため互換喫茶プライヤーの形成が加速された。最初のものは1975年半ばに登場し始め、1976年7月までには完全な互換コンピュータシステムが容易に入手できるようになっていた。 アルタイル8800の技術マニュアルには100ピンのコンピュータバスの回路図が掲載されており他の人が互換性のあるボードを設計できるようになっていた。当時は適切な技術基準がなく互換ボード同士で正しく動作しないことも多かった。その後業界はアルタイルのバス規格をもとに S-100 バス規格を開発した。 カリフォルニア州オークランドのゴッドバウトエレクトロニクスは多くのホビーストやカリフォルニア大学バークレー校の学生に部品を供給していた。ジョージ・モローがアルタイル語間設計を同社社長のビルゴッドバウトに持ちかけゴッドバウトが製造と販売に同意した。バイト1975年10月号にはゲットユアミッツオンエ o ゴードブーラムキットという見出しの広告が掲載された。 4K バイトのアルタイル互換ボードは131.07ドルだった。ゴドブー社は 4KSRM ボードとシリアルパラレルインターフェースボードをプロセッサーテクノロジー社にも販売した。D. フェルゼンスタインが白黒テレビにの大文字、小文字を64桁16行表示できるアルタイル互換のビデオボードを設計した。この160ドルのボードは非常に人気を博し、 1976年にはプロセッサテクノロジー社からソル -20 が発売された。イムサイ8080 80はアルタイルの初の互換機として1975年12月に発売された。イムサイ8080 80はより大容量の電源22スロットのマザーボードを備えフロントパネルの配線を簡潔にすることでアルタイル8800の多くの欠点を修正した。 エド・ロバーツは、コンピュータノーツ1976年4月号の、コラムでイムサイ8080 80をレビューし、イムサイ8080 80がオリジナルのアルタイル8800よりも優れている点があることに同意した。その上で、新しいアルタイル8800バイトがイムサイ8080 80より優れていること、イムサイで修正された問題はアルタイル8800、A でも修正していることも指摘した。 アルタイルは20点ほどのアルタイル、正規販売店でしか購入できなかったが、イムサイ8080 80、ソルなどの互換機は、新しくオープンした数百点のコンピュータ店で、販売されていた。S-100 バスは、IBM PC のイサバスに追い越されるまで、1980年代を通じて使用されていた。シアトルコンピュータプロダクツは、S-100 メモリーボードのメーカーだった。 同社のエンジニア、ティム・パターソンは1979年に2枚の S-100 ボード上で、インテル8086を使用したシステムを設計した。当時近くのワシントン州、ベルビューに拠点を置いていた、マイクロソフト社は、8086バージョンのベーシックをテストするために、この試作機を使用した。デジタルリサーチ社は、CP、 M の8086バージョンを1979年12月までに提供すると約束していたが、その期日に間に合わなかった。SCP は8086製品を販売するために DOS を必要としていたので、パターソンは3ヶ月でクドースを作成した。マイクロソフトは後に SCP からクド d スを5万ドルで購入し、IBM PC 向けの p c ドスの基礎として、 使用することになる。8キロバイトのメモリとアルタイルベーシックを搭載したアルタイル8800キットは1975年8月にわずか995ドルで購入できた。1974年12月、ビル・ゲイツはハーバード大学の学生でポール・アレンはボストンのハネウェル社に勤務していた。彼らはポピュラーエレクトロニクス1975年1月号に 掲載されたアルタイル8800を見て、これがベーシックインタプリタを動作させるのに十分なパワーを持っていることに気づいた。彼らはアルタイルにベーシックを提供する最初の企業になりたいと考えていた。彼らが以前にトラフォデータの名前で作成していたインテル8008ベースのソフトウェア開発ツールにより、彼らが先陣を切ることが可能となった。これは、 彼らの友人のポール・ギルバートがコンピュータを構築している間に、アレンがタイムシェアリングコンピュータ PDP-10 上で8008をシミュレートするプログラムを書いたもので、ハードが完成する前にソフトウェアを書いてデバッグすることができた。ハーバード大学には学生が自由に使用できる PDP-10 があった。彼らはそれを使ってアルタイル用のベーシックを開発した。 アレンが8008用のソフトウェア開発ツールを8080用に修正している間、ゲイツは黄色のリーガルパッドに8080 80のアセンブリ言語を手書きで書き始めた。また、ゲイツの同級生のモンティ・ダビドフに不動小数点演算ルーチンを書くように依頼した。2月上旬までには、プログラムのコーディングが手書きから PDP-10 上で行われるようになり、 1975年3月までに試作版が完成した。それ以前にゲーツとアレンは3つ社のロバーツに接触し、3月にアレンは試作版を持ってアルバカーキへ飛んだ。アレンが3つ社に到着してからソフトウェアが動くようになるまでに1日かかった。ロバーツは遅延がソフトウェアの問題によるものであったとしているが、アレンはこれは コンピュータのメモリの問題のためだったとしている。コンピュータノーツ1975年4月号には、アルタイルベーシック、アップランニングという記事が掲載されていた。このソフトウェアは1975年6月23日に出荷が開始される予定だった。ソフトウェアの価格は500ドルだったが、8キロバイトのメモリとシリアルアイ。 大カードを搭載したアルタイルを合わせて購入すると75ドルに値引きされた。1975年7月22日、3つ社はゲーツ、アレンとアルタイルベーシックの契約を結んだ。彼らは署名時に3000ドルを受け取り、ベーシックのコピーが一部売れるごとに 4K 版は30ドル、8K 版は35ドル、拡張版は60ドルのロイヤルティが支払われた。 契約の上限は18万ドルだった。ミッツ社はこのプログラムの10年間の世界的な独占ライセンスを受けた。彼らはまた他の企業にプログラムをサブライセンスする独占的な権利を持ち、ライセンスを促進し、プログラムを商業化するために最善の努力をすることに合意した。ミッツ社はアルバカーキガックが所有する PDP-10 の使用時間を ベーシックの開発のために提供した。アレンは、ハネウェル社での仕事を辞め、年間3万ドルの給料で、3つ社の副社長兼、ソフトウェアディレクターに就任した。ゲイツはまだハーバード大学の学生で、3つ社の請負い作業者に過ぎなかった。1975年10月の社内法には、彼の肩書きは、ソフトウェアスペシャリストと記載されている。3つ社からメモリと会い、 オーボードを追加購入した顧客へは、アルタイルベーシックは75ドルで販売された。3つ社のメモリーボードが信頼性の高いものであれば、顧客はそれに応じていたかもしれない。しかし、顧客は3つ社からはコンピュータのみ購入し、メモリはプロセッサテクノロジー社などのサードパーティーから購入した。彼らはベーシックのために500ドルを支払うことはせず、海賊版を使用していた。 アルタイルベーシックのユーザーのうち正規品を購入していたのは約10%だけだった。ゲイツはこれによりロイヤルティが入らなくなることからこれはホビーストによる窃盗であると感じていた。1976年2月、ゲイツはマイクロソフトのジェネラルパートナーとしてホビーストへの公開上という文章を書きホームブルーコンピュータクラブの開放などの様々な コンピュータ関係の出版物に送った。この中でゲッツはソフトウェアをコピーする行為は窃盗だとして非難し、人々がお金を払わない、ソフトウェアの開発の継続はできないと宣言した。ミッツ社は1975年11月に MC6800 を使用した新しいコンピュータ、アルタイル680を発表した。このマシンは1976年1月に 出荷されることになっていたが、ハードウェアの設計上の問題で5月まで出荷が遅れた。アレンは6800に対応するように8080 80シミュレーターを書き直した。ゲイツとアレンの高校時代の友人であるリックウェイランドはアルタイルベーシックの8080 80アセンブリ言語を6800アセンブリ言語に移植した。海賊版によるロイヤルティ損失問題の解消のため、 6800版ベーシックは3つ社に対し3200ドル一括払いの非独占的なライセンスを与えた。ウェイランドとマーク・マクドナルドは6800から派生した新しいマイクロプロセッサー MOS6502 に感銘を受けた。彼らは6800の開発システムを6502に対応するように改造し、 6 5 0百2版のベーシックを作り出した。このバージョンは後にコモドールとアップルに販売された。コンピュータノーツ1976年1月号には8080 80ベーシックの広告が掲載された。その最後の段落には次のように書かれている。ソースリストとバイナリを配布する権利のためのライセンスは OEM 購入者にも利用可能です。より詳細な情報については アルバカーキにあるミッツ社工場のポールアレン氏に手紙か電話でお問い合わせください。マイクロソフトはベーシックの複数の企業顧客を見つけ収益はミッツ社と均等に分割された。1976年12月にミッツ社を買収したパーテック社はそれ以上の OEM 取引を許可することを拒否した。これはミッツ社がソフトウェアのライセンスを取得するための 最善の努力をするというマイクロソフトとの契約に反するものだった。ミッツ社とマイクロソフトは紛争を解決するために高速力のある仲裁を使用した。1977年9月、仲裁人はマイクロソフトに有利な判決を下した。ミッツ社は自社のマシン上でベーシックを使用し続けることはできるが独占的なライセンスを失った。マイクロソフトでは 誰にでもソフトウェアのライセンスを取得し、ロイヤルティのすべてを取得することができるようになった。マイクロソフトは、もはやアルバカーキに泊まる必要がなくなったため、より魅力的な大都市への移転を希望した。サンフランシスコベエリアも検討されたが、アレンとゲーツは、故郷のシアトルに戻ることにした。マイクロソフトは1979年1月に、シアトル郊外のワシントン州、 ベルビューに移転した。1976年、ミッツ社は230人の従業員を有し、売上高は600万ドルに達していた。ロバーツは大きな組織の管理に疲れ、より大きなパートナーを探していた。ミッツ社は常にパーテックコンピュータ社製のディスクドライブを使用していたが、1976年12月3日、パーテック社は、 3つ社の株式を600万ドルで買収する合意書に署名した。取引は1977年5月、テキサス州ダラスで開催された全米コンピュータ会議の直前に完了した。ロバーツは200万ドルを受け取り、他の3つ社の株主500人が残りを分配した。パーテック社は全米26店舗のアルテアコンピュータストアを通じた中小企業への拡販に意欲的だった。 ホビーホームユーザー向けのマーケティングは縮小された。3つ社のニュースレター、コンピュータノーツは、アルバカアーキのスタッフが最後に制作した1977年11月号の、あと、カリフォルニア州チャッツワースの、パーテック社のスタッフが1号だけ制作したのが最後となった。ホームコンピュータ雑誌の代表格である、バイトの裏表紙には、常に、 アルタイルの全面広告が掲載されていたが、これも1977年9月号が最後になった。ロバーツとイエーツは3つ社に残り、特別なプロジェクトに取り組んだ。1979年8月、パーテック社は株式の45%をフィリップス北米法人に3700万ドルで売却することに合意した。この取引が完了する前に、パーテック社は 西ドイツのコンピュータ会社トライアンフアドラー社に1億2000万ドルで買収されることに合意した。1978年のパーテック社の売上高は1億5000万ドル、トライアンフアドラー社の売上高は4億6600万ドルだった。アルタイル製品はパーテックの製品ラインに統合され、3つ社の施設は小型ビジネスコンピュータ PCC-2000 の生産に使用された。 アルバカーキ工場は1980年12月に閉鎖され、生産はカリフォルニア州アーバインのパーテック社の工場に移された。1977年末までにロバーツは3つ社を退社し、ジョージア州に戻り、農場を購入した。彼はジョージア州、メーコンのマーサー大学で医学を学び、1986年に医学博士号を取得した。 ロバーツは2010年に亡くなるまで、ジョージア州国乱という人口4500人の小さな町で診療所を開いていた。マガジンアーティクルズフロムザ1970、SZ ・ザットショーザジェネラルパブリック、SN エスージアズムフォーサイエンスアンドニューテクノロジー。ありがとうございます。